はい、皆さんこんばんは。それでは今回はですね、リスナーさんより、リクエストいただきました非常に怖いと言われるゲーム、キャプチャードの、デモ版ですね、こちらはね、をやっていきたいと思います。リクエストいただいたものなので今回は完全に初見で、プレイとなります。さあ、どんな感じのゲームなのかドキドキしますね。非常に怖いので心して挑んでいただきたいっていうふうにリクエストいただきました。ただリスナーさんからもらえるリクエストって SCP みたいにね、本当にガチで怖いやつもあれば、たまにインドネシア系でクスッと笑ってしまうのもあるので、今回のこのキャプチャードはどちらになるんでしょうかね。キャプチャードっていうわけだから、捕まるとかそういった意味だったかな。捕まってるんでしょうね、多分脱出系でしょう。なんか喋ってスピーカーから喋ってなんか言ってるけど、何言ってるの、何言ってるか分かんないですけど、ちょっとトイレチェックしましょう。冷蔵庫、開くのかな。わおわお、グロケージさん、あ、レバーがある。え、何も知らずにレバー触っちゃまずかったっけ。静かになっちゃったよ。なんか足遅いね。なんかこの足音は裸足か。ペタ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 、なんか静かになっちゃったね。左で持って右で投げるか。これ腹のネイバーと同じ操作ですね。投げる意味ってなんかあんのかな。あ、開いてる。そっか、このレバーで開いたのか。はいはい。ちょっと、持っていこう。うわっ、え、しまった。これは、死体？下半身ですね、これは。あー、臓物が出ております。ってことは、でもこれ一物がついてないから、これは遺体です ね。毎回言ってますけど、男は死体で女は遺体ですからね。そっか、女性か。え？おっと、何こいつ。ん？どこ行くんだろう。え？じゃあ今のうち行っちゃえばよくね。おっちゃばい、あれ？ん？あれ？これ見えてない？こいつ。もしかして。音か？試してみよう。これは、ハイスクール・オブ・ザ・デッド的な、あれですよね。なるほど。わかりました、わかりました。音系か。音ゲー系か。でもこれはでも、こういうやつ結構いるもんね。じゃあ、走ると来る系か。じゃあ簡単じゃん。わお。でも意外とすごいの鋭いんだよな。あ、反応しねえや。バカではないらしい。これでもやばくねえか？スイッチがあるな。レバーを押したら音が出たりするのかな。今音出たけど来ない。これはフラグが立ってるね。おそらく今音を出しても反応がないだろうな。レバー大丈夫かこれ。あそこから動かないってことは、あいつがレバーを押すのを待ってるね。ダメか、逃げよう。怖い。どこどこどこ、あっちか。行け。ナイス、ナイスセンス。ナイスかい。グッド。よし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 。抜けたぞ。エクセレント。あ？さて、次だ。次は、ここに瓶がある。ここにレバーがある。
なんだこれ。なんで向こうにレバーがあるんだこれ。とりあえず引いちゃって大丈夫かな。本当に大丈夫か。ダメじゃん。来ちゃった。ああ、でもそうか。あっち側のレバーを開けりゃ、あそこが開いたのか。よく見えねえな、暗くて。じゃあ、これでも、何か持ってった方がいいな。嬉しいかい、嬉しいかい、そんなに。犬か、お前。おじいちゃん、犬なのか？あ、これ飛ばない。トゥルー！あれ、これ飛ばない。そら、重たいから飛ばねえか。そりゃそうだ。壊した？これでもレバーさ、引くとそっちに来るんでしょ？ほら、取ってこい！こっち来るかな？来ねえじゃん！危ねえ！それはバレるのか？そういう誘導はできないのか。はぁ。新たな音を発してもそっちには来ないんだね。吐息が聞こえる。喋ってる人とこのおじいちゃんみたいな人は別人なのか。あ、なんか出た。あ、出た。止まったかと思った。何この異様な光景は。ハンドルがある。ハンドルが3つ。そして、彼は何者なの？どうなってんだこれ。顎が上がってて首がもげる的なやつか、それともこれは多分拷問っていうか処刑器具ですね。で、俺がこいつを処刑するの？そうではないよな。何言ってか分かんねえな。木箱がある。こっちにもレバーがあるけど開いてないってことは、これは何だろう。多分あのレバーを引くと、ここの部屋の謎解き開始だよね。じゃあ、ああ、そっちが来るのか。ちょっと待ってね、ちょっと考えさせて。どういうことか。あ、なに。男の人が今なんか動いてる気がするけど、気のせいか。これハンドルも、どんどん身長が伸びちゃうのか。ハンドルを回せばいいのか。あ、でも、ここ開いてるじゃん。え、ハンドルって巻くのこれ。ちょっと待って、巻ける。制限時間内にハンドルを巻き切ればいいとか、そういうやつか。なるほど。じゃあ、やってみるか。おー、やばい。いや、間に合うのか？ちょっと、ごめん、間に合わないかもしれない。あれ、バレたか。やばいって、ちょっと。いや、で、ちっ。あー、めっちゃ。ごめん間に合わなかった。君の仇は撃つぞ。
制限時間内に、巻かなきゃいけなかったのか。いつまで叫んでんだよ。なかなか死なないのね。ごめん、助けられなかった。よく、ルールが分かんなかった。一応巻いてりゃよかったのか。これ、うかつなことするとさ、死ぬじゃん。ね。そっかそっか、クリアできなかったな。ちょっと悔しいな。まあまあ、一応生き残ることを考えよう。さあ、次の仕掛け。なるべく初見に引っかかりたくないからね。何これ、オセロ？これは？あ、回復か。あ、よかったよかった。じゃあこの仕掛けを解いてこれを回せばいいのか。このヒューズみたいなの何なんだろうね。これは簡単だな。これだって白と黒のボタンがあって、白と黒の主体袋があるんだったら、それ通り打てばいいんだろう？さすがにわかるよ。黒、白、白、黒。黒、白、白、黒。白、黒、黒、白。白、黒、黒、白。チーン。おっしゃ。これはさすがに簡単だな。優しく、あー、なるほど。電気が通うと。だからこれ戻すと、戻っちゃうのね。あ、今頃分かった。さっきのお兄さんは3本のね、このよくわかんないヒューズがあったから3本繋げると、彼は助かったんだね。そっか。おっと、さっき言ってよ、それ。やっとルールが分かったよ。あ？これがスイッチ。待って、ちょっと待って。近々うぜえな。これなんだこれ回るやつ。何これ回ってるとバターになるの？これを回、どうせこれを回すとまたあそこが。明らかに足生えてるけど。で？木箱がいっぱいあるってことは木箱を使えってことか。あの、ビーフの。で？これはなんだ？何の数だろう？白しかないな。死体袋の数か？また。1、2、3、5。あるいはこの周りの椅子の数か？違うな。じゃあ、全部この、数かな ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。あ、待って、違うな。数えますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。あ、できた！やった！なんでできたか。背が高い、背の低い、なんつうの？レバーと、中くらいのレバー、そして、背が高いレバーがあったので、結構適当ですけど、背が低いのが死体袋の数。で、中くらいなのが椅子の数。で、大きいのがこの、のっぺらぼうというかの大きいこれの数を、ここからスタートでやってみたら成功したっぽいですけど、わかんないです。適当にバチバチ押したらできました。嫌な音しますね。じゃあ回しますか。回せば。ちょっとやばい！ちょっとなんだよ！来ちゃったな。気づいてるこっちに。大丈夫？あ、と気づいてない。びっくりし、さすがにちょっとびっくりしたね。あ、いけ。ダメか。ちょっとまずいな。俺はどうやって逃げればいいんだ？引っかかってる。お互いに引っかかってる。やばい。
危な。いや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 、なに今一瞬の静寂は。その一瞬の静寂は何なの。一瞬暗くなるからな。ここちょっと通りにくいな。あ、これ後ろ回っちゃうとダメだな。こういう死体袋にやったら引っかかる。これほんと引っかかるんで、ここ回った方がいいね。じゃあ対策を取ります。使えそうなアイテムを前もって中央付近に集めておこう。なんか木箱とかこれに引っかかったりして、引っかかるな。中央に寄せておこう。そしてで、このチカチカが意外とうざいな。まあ失敗したら次は頑張ればいいだけの話。こいつらを駆使して、あんまりやるとあれだ、ハンドルが回せなくなるから、あんまりインコースはつかないようにしよう。で、ここでくるくるか。よしよし、木箱。これ上に重ねられないのかな。あっ、木箱が2個死んでもうた。はぁ、ふーん、そういうこともあるんだね。まあまあまあ。よし、じゃあ、スイッチ押しましょう。なんだっけな。これが、1、2、3、4、5。で、これが7だったかな。1、2、3、4、5、6、7。で、これが、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。11かな。じゃあ、だいたい合ってるんだな。気づいてるじゃん。あ、引っかかってる。ラッキー。私の対策が違った意味で成功しましたね。